エプロン付近コンコース付近金保国際空港は大韓民国ソウル特別市構成区下街道274番地に所在する空港である。2001年のインチョン国際空港の開港以後はソウルの第二空港として機能している。国内選手体だが日本や中国など近隣諸国とは国際線も就航している。空港の名称は金保軍に所在したことによる。ただし、 空港の周辺地域は1963年にソウル特別市に編入されたため、現在は金保市には位置しない。1939年から1942年にかけて、旧日本軍により滑走路が作られた。第二次大戦後、アメリカ軍に接収され、朝鮮戦争中には重要な軍事拠点となった。1954年、韓国も一部使用できるようになった。 1958年、金浦国際空港となり、都心にあった南寺島空港は閉鎖された。1971年には、国内線と国際線両方を扱うターミナルが完成した。1977年、新ターミナルが完成し、旧ターミナルは国内線専用になった。2001年にインチョン国際空港が開港すると、 国際線は全て同空港へ移転したが、その後も天候不良や緊急事態の場合などに備え、国際空港としての機能は残したまま、国内空港として存続していた。国際空港機能移転後は、大型ディスカウントストア、e マートなど、ショッピングセンターや映画館、レストランなどが設けられた。2002年に日本と韓国でサッカーワールドカップが共同開催されたことを機に、 日韓両国の首都の近くに位置する羽田空港と東空港との間に期間限定でチャーター便を開設することになった。そして、このチャーター便が好評を博した上、日韓両国間の往来者が急増していることを受け、2003年11月30日から、この路線が定期便に限りなく近い定期チャーター便として運行し、羽田空港のディーカス走路、 新国際線ターミナル共用開始を受けた2010年10月31日からは定期便として就航している。2005年からは海外からのビジネス機の発着も開始した。その一番機はソニーが所有するビジネス機であった。2006年に格安航空会社であるチェジュ航空と関西航空が新たに就航した。大海航空とアシアナ航空は国内線のハブ空港としている。 2007年10月28日からは、大韓航空、アシアナ航空、中国東方航空、上海航空により、中国の上海公共国際空港との間に定期チャーター便が開設された。大阪の関西国際空港へは2008年12月から、大韓航空とアシアナ航空が2009年1月からは、日本航空、同年11月には、チェジュ航空も、 定期チャーター便を就航させた。なお、日本航空は2015年3月29日をもって関西国際空港、金峰国際空港線を休止した。2010年3月からは、チェジュ航空が名古屋の中部国際空港へ定期チャーター便を就航させた。その後、北京首都国際空港や台北松山空港との間にも定期便を就航させた。金峰チェジュ線は、 世界屈指の高品路線として知られており、国内線としては世界一である。ソウル特別市市内からは地下鉄、リムジンバス、路線バスなどでアクセスが可能であり、他にもタクシーによるアクセスも可能である。2010年には、インチョン国際空港とソウル駅を結ぶ、インチョン国際空港鉄道が開業し、ソウル駅まで約20分でアクセスできるようになった。なお、 空港鉄道の金墓空港駅は一般列車のみの停車で直通列車は停車しないため注意が必要である。ありがとうございます。